ルビーン海洋工学中央設計局は、サンクトペテルブルクを拠点とするロシア海軍の原子力潜水艦の2、3以上の設計を担当した、ロシアの潜水艦設計センターの一つである。ルビーンはロシア語でルビーを意味する。デルフィン潜水艦1900年1月4日に、ロシア海軍省は、ロシア海軍の MN ベクレミッシェブ注意、IS ゴリノーブ注意と、 船舶工学の上級助手である IG バブノーブの3人の役人へ、戦闘潜水艦の設計作業を割り当て、海軍省のバルト造船所で建造が計画された。3人は1901年5月3日に海軍省に設計を提出した。それは7月に承認されバルト造船所は、魚雷艇113号の建造を受注した。バブノーブは、 潜水艦の建造部会の会長に任命された。この建造部会は後に数回の改装を経て、ルビーン海洋工学中央設計局になった。1903年に、デルフィンの建造は完工し、試験選考に成功したことにより、皇族の新型で、より先進的な潜水艦の建造の原動力となった。1918年には、カサツカ、ミノガ、アクラ、 モルシュとバルスがロシア海軍に加わり、さらに4隻の新型のメジャー、ゼネラルバブノーブが建造中で73隻の潜水艦を要するまでになった。これらの中で32隻は海軍造船所の少将であり、ニコライ海軍学校の名誉教授となった IG バブノーブの設計によるものだった。1926年、潜水艦建造委員会は、 第4技術設計局になり、6年後、BM マレネンによって引きられる、第2特別造船中央設計局に改名された。彼は、デカブリスト級、レーニネツ級、シチューカ級を設計した。1935年に、中央設計局の技術者である、SA ・ボジーレフスキーは、浮上時と先行時の両方の状態での運転を、目的とした平サイクルリドゥーをもにした。 非対機依存推進システムを提案した。この実験機関は 12M-92 系列の潜水艦に搭載されて実施された。1937年にはさらに改組され、設計局は第18中央設計局という新しい名称を与えられ、さらに第2人平坦防衛産業部に従属する独立した経済組織になった。 第二次世界大戦の勃発により CDB-18 による異なる19種類の設計の206隻の潜水艦が建造された。大戦中に54隻以上の潜水艦が設計局で建造された。レニングラード包囲戦の間、CDB-18 はレニングラードから虹ニにニノブゴロドへ疎開した。オスカー2級の14番目の艦である。 ロシア海軍の巡航ミサイル搭載原子力潜水艦アマスク1947年 CDB-18 は対戦中のソビエトとドイツの戦闘経験を取り入れた中型のディーゼルエレクトリック方式の第613計画の開発を完了した。1951年に海軍に配備され613計画の設計は世界最大の215隻が建造された。 約25から30隻は中国で建造され、設計は中国の技術者に渡された。PP プスチャンツェブは1951年から1974年まで設計局を率いた人物で641、計画の開発は1955年に始まった。それは、ウラジーミルチロ名によって設計された巡航ミサイルを備えた。 ソビエト発の潜水艦で1963年に75隻が海軍に配備された。同年、1956年に658計画として開発が始まったホテル型原子力潜水艦は水中からの D-4 弾道ミサイルの発射を可能にするために設計が変更された。1965年に水中からの弾道ミサイルの発射の業務に対して 零認賞が授与された。1963年、第2世代の原子力ミサイル潜水艦である技術設計 667A が開発された。1967年にソビエト艦隊に配備され 667A 計画潜水艦は最初のミサイル搭載大型原子力潜水艦の最大の系列になった。 後に改良されたヤンキー級潜水艦は長距離複数弾頭ミサイルを搭載することによって核ミサイル潜水巡洋艦として知られる。667A 計画と667バイト計画の潜水艦計画の成功により、それぞれ1970年と1974年にレーニ賞を再び授与されたとみられる。ヤンキー級をもとにした弾道ミサイル潜水艦の 系列は 667A 計画、667バイト計画、667BD 計画、667バイト DR 計画と667バイト DRM 計画で構成される。ルビーン設計局の監督のセルゲイ・コバレフ CDB-18 は1966年にルビーンの名称を与えられた。 オスカー級潜水艦の開発は1971年に始まり、1976年に台風級が続いた。1974年にイゴールスパスキーはプスチャンツェブの後任として設計局長になり21世紀の最初の10年間までその地位に残った。カリフォルニア州ロングビーチの母港でシーローンチの発射台であるオシャンオデセペレストロイカ以来ルビンは 第四世代弾道ミサイルボレー級や同様に1996年に開始されたドールガー気球として知られる原子力潜水艦の建造を継続した。ルビーンは現在同様に外国の企業と共にカラフト周辺のホーツク海や韓国に隣接する海域で石油の掘削に使用される石油プラットフォームも建造する。同様に同社にとって近年重要な計画は 海上からロケットを打ち上げるシーローンチである。ルービンで建造された海洋構造物や専用に改造された石油プラットフォームが赤道付近の太平洋上で発射台としてシーローンチで使用される。シーローンチは人工衛星を打ち上げるための最も経済的な打ち上げ手段で NASA の約1、10の費用で打ち上げることができる。 ルビーンは同様に他に他軍を見ない北極海で年中運行できる潜水輸送船や原子力水中ガス輸送ステーションを大陸間天然ガスパイプライン輸送を目的として検討中である。他に近年の計画には高速鉄道であるモスクワ・サンクトペテルブルク鉄道で運行される ES-250 スコールや定常路面電車が含まれる。 イタリアのフィンカンティエリとの共同事業として、ルビンは、新型のディーゼル非大気依存推進潜水艦である S1000 型潜水艦の新型の燃料電池をもとに、した大気依存推進システムをイタリアで開発した。それは、全長56.2メートル、排水量1000トンである。模型がユーロナーバル2006で展示された。NASA 自体は、 衛星の打ち上げ事業は行っていないので NASA が利用する打ち上げ費用であると推定されるハットロシア、イタリー、プレゼントニューディーゼルサブマリンアットユーロナバル2006ありがとうございます。